はい、皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は人物撮影をこの健康ときなスタジオで行います。健康ときなスタジオを活用して撮影すれば、例えばこのようなライティングを工夫した写真、一つのカメラで背景にストロボを当てる、被写体にストロボを当てる、複数のストロボコントロールをしながら撮影するといったプロ並みの撮影が体験できます。さらにこの白バッグではなくって遮光カーテンを使って黒バッグというのを取り入れた撮影もできます。黒バッグの撮影の場合はこの健康ときなスタジオの反対側の売り場に近い側のサービスショップの売り場に近い側の入り口のところをカーテンで閉じると黒いバッグに代わりに使えますから、そうして撮影したものがこれらの写真です。まあ、こういった具合で白バッグ黒バッグを使い分けて、より思い通りの写真を撮れるというのが健康ときなスタジオなんです。この健康ときなスタジオでは、こちらのバッグ紙、そしてゴドックス AD600 のストロボ、さらにときなレンズを、これそれぞれ貸し出しを込みで、健康ときなサービスショップ会員なら3時間1万800円でご利用いただけます。今回のようなモデル撮影、ぜひ皆さんがチャレンジいただける場所というふうに考えてますので、健康ときなスタジオ、ぜひご活用ください。